金曜日から報道されているように EPA ・アメリカ環境保護庁は声明を発表しましたそして実際にフォルクスワーゲングループは TDI ディーゼルエンジン搭載車のソフトウェアを操作して排ガス規制に違反していたというのが現実です親会社のマーティン・ウィンターコルン CEO は昨日フォルクスワーゲンは関係当局に全面的に協力すると言いましたそしてこれが何よりも大事なことですが フォルクスワーゲンが顧客やアメリカの人たちの信頼を泳切ったことに自分自身が非常に申し訳なく思っていると表明しましたさらに声明の最後では私は当然だと思いますがこの問題は会長自身と経営陣全体にとって最重要課題だと言いましたなのではっきり申し上げます我が社は EPA やカリフォルニア大気資源委員会そしてアメリカ国民に対し不誠実でした つまり、ドイツ人として言います、私たちはどうしようもない大失態を犯したんです、最象の車は修理しなければなりません、ありがとう、二度とこんなことのないように、車は修理しなくてはなりません、そしてアメリカ政府や国民、顧客や従業員、そして大切なディーラーとの関係を回復しなくてはなりません、今回のような行為は、私の本心から言えますが、我が社の共通の価値観とは完全に相反するものです。